皆さんお疲れ様です。ピーキチでございます。今回は生まれて初めての回転寿司に行ってきました。私30歳になるんですけれども、行きたい行きたいと思いつつ一回も行く機会がございませんで、やっと楽しみにしてた回転寿司に来れました。はい、仕事終わりの時間ということで少し混み合ってましたが、席に着けてよかったです。はい、そしたら生まれて初めての注文いきます。おお、流れていったはい、じゃあポチポチと押しまして、でこれはどれくらいでつくんですかね。ワクワクしますねおおと来た来た、あーすごいすごい早く来ますね。はい、時代は進んでおりますね。はい、そうしましたらお寿司やね、ポテトや軍艦巻きやらいろいろと注文させていただきました。そしてこちら生ビールをねセルフで頼めるとのことでしたので、早速やってみました。このおビールマシンめちゃめちゃいいですね。一家に一台欲しいところでございます。泡もね均等にめっちゃバランスが良かったです。はい、そしたらですね、こちらついでいただきましたらお寿司も揃いましたので、早速初めての回転寿司飲みしていきたいと思います。うおー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 、たくさん頼んじゃいました。はい、それではいただきますということでやっていきましょう。はい、こちらお醤油さんで、ね、置いてありましたので、こちらかけさせていただきます。これお醤油の小皿とかってないんですかね。気づかなかっただけなのかな。まあいいや、とりあえず上にかけてパクリということで、めちゃめちゃ美味しい。すごい回転寿司のクオリティ高いですね。そしてこちらおビールもねキンキンに冷えてやがりました最高でございますね。でこれわさび入ってると思ったんですけれども、わさびは別でこんな感じで用意されてたんですね。はい、じゃあこちらね用意して、わさびもつけて楽しんでいきたいと思います。これが赤貝かな。私ピーキチ貝がすごい好きなのでね、これもね早速食べていきたいと思います。わさびも乗っけて、はい、じゃあパクリということで、うまいうまいですね。これはすごい、この値段でこんなに美味しいものがいただけるんですね。最近回転寿司ってすごい流行ってるって聞いたんですけれども、これはいきますね。私も30年間何やってたんだろうってすごい悔やまれますね。はい、まあ新しいね、あの楽しみを見つけたということでよしとしましょう。はい、続いてまた大好きなサーモンちゃん、わさびもたっぷりと乗っけてパクリということでいきます。はい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 、うますぎーなかなかですね、これは本当。回転寿司こんな最高だったとは知らずに人生を生きてきてちょっと損したかなと思いました。はい、皆様回転寿司行ったことない人はあまりいないのかな。しね、私ピーキチと同じように回転寿司行ったことないよという方は一度行ってみてはよろしいんじゃないでしょうか。すごいね、注文してから早く届きますし、なかなか味も美味しいですね。あとはネタのね数もいっぱいありますし、うん、回転寿司最高でございます。はい、あとは周り見る限りね、結構お友達同士で来てたりとかファミリー層の方が多かったですね。寿司大人気なんだなって思いました。ビールがね止まらないでございます最高ですね。あとはこういったポテトとか、唐揚げとか他におつまみになるようなものも置いてましたので、まあいろいろなね飲みの幅も広がるかなと思いました。はい、じゃあ早速2杯目のビールも持ってきました。でこれねタッチパネルじゃなくてこの流れてるものを取りたかったんですけれども、これ開けるの難しかったですね一回ねちょっと撮影外で失敗しちゃいました。どうやって開けるのかね本当難しかったです。はい、そしてやっと取れたねこのエビちゃんとビールでまた流し込んでいくということでございますね。でこれタッチパネルが結構上の方に配置されておりまして、なかなかね腕が痛くなりました。なんで長期にわたる注文はなかなか苦戦するかと思います。はい、そしてこちらまた届いたね、ラウンド2ですかね、またたくさん頼みましたのでこちらでやっていきたいと思います。はい、これねまた美味しいのがいっぱい届きましたね。最高に美味しい。あとは結構頼みたいものとかね、品切れのものもあったりとかね、結構やっぱ人気なものはすぐ売り切れちゃうのかな。
あとなんかいろいろさっき映しましたけれども、今オートロフェアがやってたりとか、いろいろなイベントも開催されてるようで、回転寿司ね行くと今日は何のイベントかなっていろいろワクワクしながら飲めるかと思います。そしてこちら大好きなウニちゃんですね。ウニにまあいろいろ入ってるのかな、これはどうでしょうか。パクリということで、なかなかいけますね。はい、想像以上に美味しくて、これは何度も通ってしまいそうですね。はい、で今回はくら寿司様にお邪魔させていただいたんですけれども、他にもいろいろな回転寿司屋さんがありますので、いろいろ行ってね食べ比べもしてみたいなと思いました。結構違うんですかね、システムとか、まあ、味とかネタとか、まあ、分からないんですけれども、今後の楽しみとして考えておきます。はい、そしてこちら茶碗蒸し、すごい綺麗ですね。はい、パクリということで、これめちゃめちゃ美味しかったですね。茶碗蒸し最高でございます。あとはおビールさん以外にもこういったハイボールとかノンアルコールビールとかいろいろ置いてありましたね。ビールさんはセルフで取りに行きましたが、こういったハイボールはね、あの回転レーンに乗ってやってきました。すごいですね本当に。はい、ではこの美味しい茶碗蒸しさんとハイボールでグイグイ行ってしまいたいと思います。はい、であとはこちらですね、こういったうどんとかもね置いてありましたので、ちょっと頼んでみました。まあ、締めのおうどんって感じですかね。これもなんか辛そうなのもついてありますね。パカーということで、おー美味しそうじゃないですか。じゃあこちらいただきます。さあどんな感じなんでしょうか、いただきたいと思います。ふふということで、すごいもちもちでしたね。結構美味しいですよこれ。出汁もねなかなかいい感じでございます。お寿司さん以外のクオリティもなかなか高いんですね。これは素晴らしいですね。やっぱり酒飲みということで、こういった締めもついてるのも大変嬉しいございます。はい、あとはねこちらかき揚げさんですね、こちらもパクリということでやりますね。そしてこちらプースーさんもね、出汁が効いててめちゃめちゃ美味しかったです。ほんともう五臓六腑に染み渡りましたね。はい、じゃあ今回はこれぐらいにしておきたいと思います。ほんとね、もうご飯も美味しいし、お酒も美味しいし、最高に満足でした。あとこのお皿ってどうするのかなはい、ここに入れるみたいですね。ハイテクでございます。はい、あとはねこれ5枚入れると1回こういったゲームができるみたいで、なんか当たると景品がもらえるそうなんですが、私ピキチは1回も当たらずということで、ちょっと悔やまれる思いでございます。また再挑戦しにやってくるしかないですね。待ってろよはい、あとはこれ置いてあったお茶も最高に美味しかったです。回転寿司素晴らしいですね。はい、ということで人生初の回転寿司編でございました。皆様ご視聴いただきましてありがとうございます。いいなと思ったらいいね、高評価かボタンを押してくれると嬉しいです。バイバーイ。